すごいですよ。毎年1位当たり前、常連。そんな大学があるんです。受かんないと次に進めないんだから、そういう環境にある人たちだから、そういうことができるっていうのもあるかもしれないですね。学生のための YouTube 塾。こんにちは、水木です。お願いします。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。理士国家試験、合格率驚異の10年連続1位の大学知ってますかっていうことです。知ってますか、松村さん。10年連続1位。10年連続1位。すごくないですか？すごいですよ。毎年1位当たり前、常連。そんな大学があるんです。でも、知らないです。知らない。いや、この業界にいる人間としてそれはダメなんじゃないですか？冷やせガラガラなんですけど。他の大学は結構入れ替わるんですよ。もう今年は良かったとか、今年はダメだったとか、そういうことをずっと言ってぐるぐるあれだ、ああでもない、こうでもないやってるのに、10年連続の1位の大学があるんです。不動のチャンピオンですね。チャンピオンです。その大学はなんとですね、自治医科大学です。医科大学すごい。すごい10年。プレッシャーすごいですよね、きっとね。11年目にダメだったら、やばいですね。やばいですよ。やばいですね。まあ、ダメだったとしても、1人2人が落ちちゃったとかで、2位とか3位とかでつけてるんですね。すごくレベルが高い。なんでこんななんだろうっていうのをちょっと分析したというか考えてみたんですけど、まずうちにお問い合わせがないっていうところから考えられますよね。確かに。全然ないですよね。ないですよ。はい。ないんですよ。だって受かるぐらいすごいんだから。そもそもが予備校を利用してない人が多いらしいですね。どっかの予備校が介入して教材を買わせるっていうことがよくあるじゃないですか、大学で。それがないんですよ、自治医科大学は。自分で買ってるとかあると思うんですよ。メディフォーとかキュアシスト自分で購入してっていうことはあるかもしれないですけど、大学がどっかの予備校と提携して買わせるみたいなのは一切ないっていう感じです。学費に盛り込めるみたいなとかないってことですね、はい、というのもあるんですけど、それがなんでできてるかっていうことですね、はい、大学が予備校に任せないでできる理由っていうのは何なんだろうっていうのがあるんですけど、全寮制ってことですね、自治医科大学1年生から6年生は。え、知らなかったんですか？すいません、あ、まあ、お問い合わせのところだから、しょうがないですね。命拾いしました。全寮制だとどうなるかっていうと、やっぱ縦のつながり、横のつながりって強いですね。僕自身も中高が全寮制だったので、それを思い浮かべると、いつでも友達がいるわけですよ。いつでも相談できるし、ずっと同じ釜の飯を食ってるし、なんなら裸を見て、ほくろの数とか知ってるみたいな、そういう感じの仲間がずっといるんですよ。なので、勉強の相談もできるし、まあ友達付き合いとしての相談も当然全部できるっていう環境なので、6年生とかになってくると、みんなで勉強をし合うみたいなことは当然やるわけですね。それも気軽にできるんですよ。で、しかも10年も続いてナンバーワンってことは、みんなで受かろうぜっていう空気がそもそも強いのに、さらにそこに全寮制っていうのが輪をかけてすごいみたいな感じになってるっていうことですね、うん、みんなで受かろうぜっていう気持ちが他のどこよりも強くなっちゃうっていう感じですね、うん、教えることっていうのは学ぶことであるっていうのがもう自然にできちゃってるっていうところが一番強いですね、うん、他の大学だと正直表面上はそうでもとか、成績いい人、自分が余裕がある人はそういう風に思ってても、中堅より下みたいな感じの成績の人ってなんか足を引っ張り合ったりするんですね、うん、おそらく自治医科大学はそういうのがないんじゃないかっていう風に思ったりします。太郎を重ねてしまう特徴で言ったように、周りの意見に流されてしまうっていうのは流れないですよね。みんな一致団結してやってる、うん、それがもう強すぎる。計画もがっちり友達同士でやってるんで遅れないですよね。そうですよ、いいんですよ。そこにおそらく大学がちゃんとしたカリキュラムを乗っけてあげれば、反発する人もないし、みんなで乗り越えていこうっていう風になるし、先生に反発するってことはないですね。みんな同じ方向に向かってるから、そもそも他の大学だと自分はこれやりたい、あれはやりたい、自分はこの予定があるとかで、あ、ふざけんなよみたいなこと言ってる人がいて、それで空気が悪くなるみたいなことあるんですけど、自治医科大学だとそれがそもそもないんですよね、多分。っていうので、そこら辺がいい結果につながってんだろうなっていう風に思ってたりします。いろんなあの取り組みが学校であると思うんですけど、3年生の割に CB っていうのをやるとか、最近だとそういう大学もあるって感じですけど、まあ、自治医科大学は当然のように3年の割に CBT とかホスキンをやってるとかして、早めにいろいろ対策打ってるっていう感じですよね。で、もう受かんないと次に進めないんだから、そういう環境にある人たちだから、そういうことができるっていうのもあるかもしれないですね。で、ちょっとこれも聞いたお話ではあるんですけど、大学の試験って他の大学だと受けたら受けっぱなしですよね。受けっぱなしというか、はい、受けさせたら受けさせっぱなし。この表現の方が正しいと思います。先生たちが受けさせて、で、答えを出さないとか、答えはもしかしたら出してくれるかもしれないけど、答えだけ、理由は書いてないみたいな。選択肢の A、B、C だけ答えを出して、あとは自分たちで頑張ってね、みたいな。そういうところが多いんですよね。回答解説も出さないみたいなところが多いんですけど、自治医科大学の場合は、きちんとフィードバックもしてるっていう風に小耳に挟んではいます。で、先生方がちゃんと問題に対してのフィードバックをしてくれるから、学生はそれで勉強ができる。で、そういうのはサイクルが出来上がってるから、学校全体でちゃんと受かろうっていう風になってて、まあ、すごくいい結果を生み出してるんだろうなっていう風に思います。ここ出してくれないから、学生さんが怒ったりするんですよね。怒るというか、迷惑なんですよ。学生にとって迷惑なことは一切してないじゃないか。
と思います。勉強に対して必要なものは全部提供してくれるっていう、まあちょっとおんぶに抱っこなのかなって、やりすぎなのかなっていう気もしますけど、でも結局資格試験なんで受からないと意味ないってことを考えると、それぐらいやってくれてもいいんじゃないっていうふうには思っちゃったりしますし、まあこれに甘えて自治医科大学を受かっていった先生たちですが、点で使えないとかだったらそうかもしれないですけど、まあそんな話聞かないじゃないですか。だからいいってことですよ。自治医科大学すごい。ということで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。